この奨励金制度を契機として育児休業を取得しやすい職場環境づくりを一層促進をいたします。この取り組みは愛知県内に本社がある中小企業や事務所を構える個人事業主が対象で、男性の従業員が育児休業を取得して職場に復帰した場合、1事業者につき1回限り奨励金が支給されます。具体的には通算14日以上の育休取得で50万円、28日以上の取得で100万円が会社に支払われます。去年、愛知県での育休取得率は男性が 10.8% と女性の 94.4% を大きく下回っています。